1> 第1次、若月内閣は、内閣総理大臣臨時代理、内務大臣の若月礼二郎が、第25代内閣総理大臣に任命され、1926年1月30日から1927年4月20日まで、続いた、日本の内閣である。1926年1月30日任命、在職日数446日、 1926年1月30日任命。1926年1月30日任命。1926年1月30日任命。内閣発足当初。県政会単独内閣を組閣した加藤公明が1926年1月22日に現職総理のまま病に倒れ急性したことから、加藤公明政権の内務大臣だった。 若月玲二郎に、摂政宮、広人新が組閣の名を下し、組閣された。第1次、若月礼二郎内閣のトピックスとして、1926年12月25日に、大正天皇が崩御し、摂政宮皇太し、広人新王が戦争したことに伴い、大正から昭和に元号が改元されたこと。第52回帝国議会における。 大倉大臣、片岡直晴の渡辺銀行が破綻いたしましたという出言をきっかけに金融不安が顕在化し昭和金融恐慌が起きたことが挙げられる。昭和金融恐慌によって経営危機となった台湾銀行を救済する緊急直例案発布を数密院に諮ったが数密院で19対11で否決され総辞職となった。これは 数密院によって内閣が倒れた唯一の例である。ありがとうございます。